パパニュースミュージック、1分間で昭和平成ポップスをサクッとお届けするパパニュースミュージック。お相手はボイシーでもパーソナリティを務めております DJ パパ丸山です。さあ、今回は実は間違っていたゆず夏色です。まあ、そろそろ暖かくなってきまして、夏ソング聴きたくなってきたなーというところで、やっぱり一番最初に思い浮かぶのがゆずの夏色ですよね。こちら1998年の楽曲となります。この曲でゆず知ったっていうね、そうですよね、あなたもね多いんじゃないでしょうか。このゆずのじゃあ夏色どこが間違っていたんでしょうか。あの部分です。夕方5時半の夕焼け、ここなんですよね。この5時半の夕焼けっていう歌詞なんですけれども、よくよく考えると夏色だから夏なんですよね。そうすると5時半だとまだ太陽はさんさんと照ってるわけですよね。夕焼けになってないんですよ。あれおかしいな、おかしいな、なんでだろうなって調べてみたらですね、この曲が生まれたのは実は冬なんですね。ですのでゆずの2人が冬夏色を作っていて、あ今5時半だ、あ夕焼けだって言ってそのまま曲にしてしまったということなんですね。まあそんなこんな置いといて、とりあえずこのフレーズもすごくいいですし、すごくいい曲というわけで、間違いからね生まれるものもあるということで、ビジネスに生かしていただき、急にビジネスに生かしていただければと思います。というわけで、夏色実は5時半の夕焼けの部分は間違っていたでした。さあ、というわけでこのパパニュースミュージックではあなたからのお便りを募集しております。この曲取り上げてほしい、この曲が大好きっていうのをお待ちしておりますので、ぜひアンケート欄の方までお書きください。というわけでパパニュースミュージックでした。ブンドゥドゥプクトピシクルパオー。